こんにちは、川島屋です。この動画では炊飯器を使った美味しい甘酒の作り方を紹介します。ご自宅の炊飯器を使って手軽に美味しい甘酒ができます。炊飯器で作る甘酒作りに必要な材料は麹 250g、 水 300g、 温度計、炊飯器、布巾などがあります。甘酒作りには全部で2つのステップがあります。ステップ1、麹に60度のお湯を 300ml 入れて混ぜる。ステップ2、60度で約6から8時間保温する。以上の2つのステップで上質な甘酒が出来上がります。それでは実際に甘酒を作っていきましょう。ステップ1、麹に60度のお湯を入れて混ぜる。麹に60度のお湯を 300ml 入れて混ぜます。ここで麹の塊が残っていると、底の部分だけうまく甘酒に仕上がりません。塊がほぐれるようにしっかりと混ぜましょう。なお、お湯の温度が60度よりも高いと麹菌が死滅してしまうので、温度計を使って温度を測りながら混ぜてください。ステップ2、60度で約6時間から8時間保温します。麹とお米と水を保温します。温度は60度程度。保温時間は約6から8時間。炊飯器を保温モードにして蓋を少し開けておきます。釜に布巾などをかぶせておくと60度ぐらいが保てます。炊飯器によって保温モードの温度が異なります。温度計で測りながら蓋の開け具合などで温度調整をしてください。甘酒の出来上がりです。保温から6時間から8時間程度経過すると麹の甘い匂いが漂ってきます。容器をよくかき混ぜれば甘酒の出来上がりです。麹だけでできた砂糖不使用アルコール分 0% の美味しい甘酒です。麹の甘みが強く、そのまま飲むと濃く感じると思います。お好みで2から3倍程度に薄めてお飲みください。甘酒にはビタミン B1、 ビタミン B2、 ビタミン B6、 パントテン酸、すべてのアミノ酸、そして大量のブドウ糖が含まれており、疲労回復にも効果があると言われています。ぜひご自宅で手軽に甘酒作りを楽しんでみてください。なお、川島屋では甘酒作りに最適な乾燥麹やお米を提供しています。また甘酒作りの分かりやすいレシピも掲載しています。よろしければ一度川島屋のサイトもご覧ください。それでは甘酒作りをお楽しみください。ありがとうございました。川島屋でした。